橋田純子と申します。す。す。元夫ででありえないです確かに大阪の時はあの子どあの小学校と保育行ってたんであのいなかったですけど大阪からこっちかあの高知に帰ってきてからは親がいるんで教科に行けないんですそんなに。 親は教科に行っていることを知らないからなかだからこんな教会に行けるというのはまあ月に1回2回行けるかな行けないかなぐらいで。これと言ってないんですけどただそれまでよく喧嘩してたんですよね。あの新婚当時からもう結婚した時から喧嘩してもうすごかったです。もういつもいつも喧嘩してしない日なかったんです喧嘩 だから教会に入ってから悪くなったわけじゃん。教会に入る前から悪くなって、教会に入ったら、どっちかというと喧嘩しなくなったんで、いけないと言われたから。そのことだけは守らないかんかなと私は思ったんで。お酒飲むと、ものすごい怒るんですよね。お酒飲むと、あのよ、寄らないです。子供も寄らないし、誰も寄らない。もう、相手は分からなくなるから。 ほんで、すごく電話間なんですよ。電話するから、誰かの話。気に入らなかったら電話するので、あの、子供に、あの、お酒飲んで言ったことも覚えてないんです。だから、あの、子供泣いたりしてました。お父さんやめて、お父さんやめてって。 あ、それ違います。あの、長男は全然教会には行ってないです。だいたい教会には行かないんです。人とあまり話さない子なんで、ましては教会行くってことはありえない。私が教会行くことに対しては反対してないし、お母さん行ってきやくらいのもんです。けど、本当は見言葉も聞かせたかったんですけど、無理でした。長男の性格から言うて。中学校、いや、二十歳過ぎてから、はっきり疲れて、 というのは分かんないんですけど結構あの霊的でした霊的って表現ちょっと難しいんですけどうんなんか声が聞こえるんですいつも私に言ってたお母さん声が聞こえる声が聞こえる教科の人にも病院連れて行ったらって何か言われたんです今思 無理にでも連れて行かかななくちゃいけなかったでもどうにか言ってあの病院連れて行ったらよかったかなと思いました息子は嫌がったんですなんかあ,あ,あのちょっと霊的な子で「ああのあここに行くのを嫌がってお母さん売ったらええよ」って言うんですよねそこの田んぼを。 えっと思ったんですけど私あのずっと母親から先祖代々受け継いだ土地で母親から相続した土地なんではっきり言って売りたくなかったんですけどなんか長男が「お母さん売ったら?」ってあんまり言うもんですからまあそしたらまああんたがそこまで言うならまあ売ろうかという感じで売って。 んですけどあそこはどうしてもあの埋め立てにお金いるしあの田んぼの形があのちょっとまっすぐじゃない,ないんでだからあの埋め立てにかかったりその形が変やからちょっと相手の人も売りにく売りにく,くて安い値段かなとも思ってたのに造成にもかかるって言ってたんでだからあいくらの値段が妥当かなと思ったんですけど。 まあ息子はあの「売ったら?」って言わなかったら売らなかったんですけどねやっぱずっと受け継いできた土地ですからあの,あの1週間分の彼ってだって作るんでしょうね不思議なんです1週間を行ったのはあのアメリカに母がいる時に子供もまだちっちゃい時に保育ぐらいかなうんちっちゃい時に行ったぐらいでその時母がいたから料理の心配しなかったし あの韓国二週間も行くことはないです。あのそんな行けないですよ主婦がそこまで放ってまで行けないです。うん、ありえないです。どっちかというとあの子はあの教会行って行ってないし勉強もしてないんですけど、あどっちかというと賛成の方なんですよあの子は。だから教会に出す恨みというものは一切ないです。 なんで恨み事ってあの人が言ったかわからないんですけど、それはないです。100%ないです。書いてませんでした。あんまり言いたくない色の、まああの。別の恨み事とみたいな。教会のことは関係ないです。別の恨み事です。息子が死ぬ前に言ったんですけど、お母さん、僕が死んだら悲しむやろうなって。 よく死ぬ死ぬというのはよく言ってたんで息子はでも僕の育て方を間違ってたなんてお母さん思いなよって最後にそう言ったんですだからその時に私がすぐ気づけばよかったんですけどあよく言うんで死ぬ死ぬという言葉を言うんで私自身がその時わからなくてあとであとで気がついたんですもうその時遅かったです死ぬ 前の日か前の前ぐらいでしたかね。えたさんに申し訳ないと思ってるんですよ子供が死んだこと。もっとあの子供のことを話したらよかったんですけど話せなかったんです。そると父親としてこうもうちょっと子供とこと仲良くって言った変です取りなしてしてあげればよかったんですけどそれができなかったんです私。 できてたらこんな結果になってなかったんじゃないかという思いがあるんで田夫さんにはっきり言って申し訳ないと思ってるんです。息子があんなになったことに対して責任としては私がやっぱあるんですあの。申し訳ないとはいつも思ってるんですけど、うん、それをう,、ま、うまいこと言えないんですけどそれは事実です。はい